続いては県内の美味しいスイーツを収集してスイーツの図鑑を作っていく企画、題してマチコミスイーツ図鑑全く合わなかったね今日ね珍しいぐらい合わなかったですびっくりしましたね、はい、気持ちよかった逆に、はい、来週の火曜日は頑張ります、はいそして前回ですがファイルナンバー114寄居町にある伊勢屋の殿様のおやつ、はい、登録しましたね。何ファイルナンバーって今まで言ってなかったか急に急にあの台本に入ってました、はいはい、寄居町のねこれ美味しかったね。あ一つねあのお土産にいただいて家でも食べましたけどね美味しかった。一個一個手焼きで ね作られていてねあったかくても冷えても美味しい。はい。そして今回は川口市にある旬の果物を使ったスイーツを作る洋菓子店です。ではご覧ください。今回訪れたのは川口市にあるスイーツ専門店パティスリーアプロッシェ。店内に入るとオーナーシェフの岡田修一さんが出迎えてくれました。木の温かみと白を基調とした店内はおしゃれな雰囲気で、壁にはたくさんの賞状が飾ってあります。お店と商品についてお伺いしました。このお店はまあ幅広いあのお客様にはあの楽しんでもらいたいというので、突出した味というのはあの求めてなくて、まあ、優しい感じの、まあ、食べ飽きないという感じの味にあの心がけてます。フランス語でアプロッシェというんですけど、アプロッシェというのは英語で言うとアプローチ、あの近づけるとかそういった意味になるんですけども、まあ、そのうちのお菓子を使ってもらっておもたせみたいな感じで人と人を近づけるみたいな意味合いであの使っていただけたらなと思ってフランス語のアプロッシェにしました。小麦粉と水でいろいろ入るんですけど、そういったベースを伸ばしてそれを三つ折りにしてそれをまた伸ばしてっていう作業を、4回サクッてした感じの、のパイに仕上げてます。でクリームの方はカスタードにコアントローという、オレンジのお酒なんですけど、沸騰させて、アルコール分を飛ばして香りだけ残してをカスタードに混ぜて、あと生クリームと合わせてっていう感じで、あとバタークリームをはまあコク出しで使ってまして、それをいちごと合わせて食べ応えのお菓子になってます。クープドモンドって言って世界大会の日本予選の入賞のやつですね。ああやって作るんだね。ですね、うん、びっくりしました。端のさいちごはあらかじめカットしてたけど、中央のは 丸ごと置いてたでしょ、はいはい、それは後からカットしてさ、ちゃんと中央の断面がここ出るようになってるって、両側にすごくない？計算されてますよ ね、はい、そんないちごのミルフィーユスタジオに届いています。はい、もう断面が美しい、ね、すごいよね何気考えたことなかったけど、はい、大きいです。大きいです。大きい。そしてミルフィーユ、この何ですか？パイが、パイ生地が切れずにメリメリメリって言って台無しになる場合がありますけども、ちょっと行ってみたいと思います。お、意外と。あ、でも結構サクッといい音が。はい、いちごからまずは結構大きめで入ってますね。美味しい。今が旬ですからね、いちご。こぼしちゃった。美味しそう。後で拾います。これは難しいですね。これちょっとパグッと。でもね、あの事前にスタッフの方が切っときましょうかって言ってくれたんですけど、うん、切っとくとまたね形が崩れちゃうっていうのがあって、ね、完成形が見せられないんだよ。難しいので、カスタード甘すぎずさっぱり、いいですね。うん、じゃあ私も挑みます。挑みますが、あ、これは一思いにいかないと、ね、ごめんなさい、せっかく綺麗な断面だったのに。美味しいねこれ。あ、でももう切ってる段階でパイのサクサク感がすごいわかります、うん、音がね、音が美味しい、はい、入りましたかね音。いただきます、カスタードがねさっぱりしてるんだよね。カスタードさっぱりしてますし、ね、そうパイがやっぱり美味しい、ね、こう丸ごと大きいと思ったけど
食べちゃうねこれね。サクサク感あるんですけど、うん、しっとりしててギュッとパイ生地なんか詰まってる感じしますね。美味、うんね、しい、いちごのジューシーで美味しいです、ね、すごい美味しい。見た目も可愛いです。え、オレンジのリキュールが入ってるのかな、うん、ちょっと柑橘系の爽やかな感じしますよ ね。それでさっぱりしてるのかな。はい、カスタードクリームが、ね、はい、美味しいです。うん、わ、これはいい。でも上下にパイなので、あの、うん、何層にもなってるより食べやすくないですか。食べやすい。いいですよね。はい、これ、まあ、家なんかだったらガッて言っても僕なんかね。あ、いいですね。贅沢、はい、ね、はい、手で言っても贅沢ですね。美味しいですね。いや、これは美味しかった。他のねケーキ、王様のプリンとか出てましたし、うん、マドレーヌ焼き菓子もありましたから、はい、全部食べてみたいね、気になりますね。カスタード美味しい、さっぱりしてて。さあ、では今回こちらのいちごのミルフィーユ、はい、登録していきたいと思います。はい、スイーツ図鑑への登録に意義はございますでしょうか。合わせていきますよ。意義はありません。ありがとうございます。美味しいです。美味しかった、ね、他のも食べてみたいね。うーん、こちらパティスリーアプロッシェのいちごのミルフィーユ登録決定です。ファイルナンバー115ね。115、そうです。私一時期ミルフィーユにハマったことあって、そう、誕生日ケーキに特注で大きいミルフィーユやったことあるので、これはたまらないです、ね、これ美味しいよね、はい、そんな塚田さんが食べても美味しいと。美味しかったです、はい、さあ、皆さんのご近所にあるおすすめのお店がありましたらぜひご紹介ください。ここまではスイーツ図鑑でした。